ビルバオの8地区アバンドは、スペインバスク時期ビスカヤ県、ビルバオにある8地区のうちの一つ。ビルバオの中心部にある地区であり、ビルバオで最も重要な地区である。ビルバオの中心駅であるレンフェのビルバオアバン駅や、メトロビルバオの主要駅、ビルバオグッゲンハイム美術館などの主要な観光施設、ビルバオビスカヤアルヘンタリア銀行や、イベルドローラなどの企業本社、 エル・コルテ・イングレスのビルバオ店など多くの商業施設が立地している。アバンド地区のかつての紋章アバンドは古代ローマ時代に学者プリニュースが言及したアマヌン・ポルトゥスに相当する可能性があるが考古学的には証明されていない。1300年にはビスカヤ領主だったディエゴ・ロペスである個世によって現在のカスコビエホがある場所にビルバオが建設された。 中世のアバンドはビルバオの郊外にある農村地域だったが、ネルビオン川対岸にあるビルバオの市街地を除けば人口は農村地域に分散しており、18世紀のアバンド教区はビスカヤ地方で最も人口の多い教区だった。当時のアバンド教区は現在のアバンド地区、レカルデ地区、バスルト地区に相当する。19世紀のビルバオは過密状態で成長の余地がなく、 1870年には、ネルビオン川対岸のアバンドがビルバオに併合された。この併合は、民族主義思想を持っていたサビのアラナに影響を与え、バスク民族主義の方がの原動力の一つとなった。1876年には、建築家のセベリノアチュカロ、エンジニアのパブロ・アルソラ、エルネスト・ホフマイヤーなどによる都市の拡大計画が、承認された。狭い路地が、迷路のように張り巡らされた。 ビルバオの旧市街とは対照的にアバンド地区はグランビアでドンディエゴ・ロペスでアロ通りを軸とした緩やかな格子状の道路割りでアバンド地区が拡大ビルバオの中心地となった20世紀前半にはさらに多くの自治体がビルバオと合併しているがそのうちの多くは1983年に再び分離して独立した自治体となっている1990年代に 産業の空洞化が進むと、アバンド地区の北側で再開発が行われ、かつて造船所や木造倉庫があった土地が、アバンドイバラという新しい区域となった。ビルバオ河口の河しにある工業地区だったアバンドイバラには、ビルバオグッケンハ海ム美術館、エウスカリデナ国際会議場、コンサートホールなど多くの文化施設が建設され、磯崎アテアのような居住用ビルも多く建設された。 今日のアバンドイバラは、ビルバオ屈指の観光地となっている。アバンド地区の面積は2.14平方キロメートルであり、人口は5万1875人である。ビルバオを構成する8地区のうち、面積は7番目であり、人口は2番目である。アバンド地区は2つの小地区に分けられる。大よさもジュは広場を境界にし、西側が、インダウチュ小地区、東側が、 アバンド小地区である。全域が都市化されており、人口密度は24,240人、平方キロメートルである。北側のデウスト地区や、ウリバリ地区とは、ネルビオン川で隔てられている。インダウチュ小地区にはドニャカシルダイトリサル公園、イベルドローラタワー、ビルバオ美術館などがある。アバンド小地区には、ビルバオアバン駅、ビルバオグッケンハイム美術館、磯崎アケアなどがある。 アバンドイバラは、アバンド地区のアバンド小地区にある一角である。バスク語で、アバンド地区の歌詞を表す。面積は348,500平方メートルで、ある。アバンドイバラ地区には、以下のような建築物、施設がある。ビルバオトラム衛星のエウスカルドナ停留所、アバンドイバラ停留所、グッケンハイム停留所、ウリビタルテ停留所が、アバンドイバラ地区の最寄り駅である。 メトロビルバオでは、モジュア駅、インダウチ駅、サンマメス駅などからアクセスできる。アバンドイバラ地区のパノラマ。ありがとうございます。